こんにちは。日本語プロ講師の小雪です。2つの日本語講師資格を持っています。日本語講師資格で 10% 以下しか合格しない難関試験、日本語教育能力試験に1回で合格しました。また、9ヶ月で日本語講師になるための420時間、日本語講師養成講座を修了しました。私の模擬授業を見て、即座に大阪の最大手の日本語学校を含む3校からヘッドハンティングされました。授業では生徒さん中心主義。レッスンの時間のうち 85% は生徒さんが話せるよううまく誘導します。ロールプレイや例を挙げながら、文法、語彙などを楽しく教えるのが得意です。私のレッスンを取ってくださっている生徒さんは、10歳から70歳までいます。また、普段は日本人に英語もプロとして教えています。ケンブリッジ大学公認英語資格のセルタを持っています。大学では英語教育の学士を取りました。大学時代の専攻語は中国語。北京と西安に合わせて1年留学しました。台湾、香港へは合計10回行きました。夜市、温泉、マッサージなどが大好きです。趣味は美食を中心とした旅行。暇な時は海辺で筋トレとヨガや読書、心理学や語学の勉強などをしています。教務歴25年のプロ講師と日本語を本気で、でも楽しみながら習得しましょう。レッスンでお会いできるのを楽しみにしています。Hi there, this is Koyuki from Japan and I am a Japanese teacher. As an online tutor, I've been teaching for 5 years, but my whole teaching experience is more than 25 years.I really enjoy teaching and hope you could learn something new in every lesson with me. Please feel free to take your first trial lesson. I'm looking forward to seeing you soon. Bye! こんにちは。日本語の先生の小雪です。日本語を学校で25年、オンラインで5年教えています。日本語を教えるのが大好きです。私のレッスンで楽しく日本語を勉強しましょう。初心者から上級者まで予約をお待ちしています。大家好，我是日语老师小雪。我的故乡是兵库县，我住过大阪12年，现在我住在越南。我期待跟大家学习日语，拜拜。